あ、今回のお題、お題は太ったことを指摘されて一言対決。うん、やばい。ナナさんがまあ一歩有利ですかね、じゃあ。この段階では。もうめっちゃ言われましたよ、確かに。そう。言われた。なんて言われたの？え、なんか、え、ナナちゃんまた新たなキャラができたのみたいなこと言われて。うん、そう。いや、そうなんですよって言ったら、え、もうやめてよって言われた。え、もうやめてよ。え、もうやめてよ。ついていかれへんってことどういうことだよ。分かんないもん。自分でも分かっていますが、最近ちょっと太ってきたと、うんうん、太ったことを男子にそれとなく指摘されてしまいました。はい、そこで、一言返すということでございます。なるほど。いいですか。はい。まあ、だからこれでナナタがうまいこと返せたら、俺がデブデブって言った時にそれを適用したらいいわけですから、まあ、俺がもう何も言われへんみたいな。ちょっとケイちゃんやっぱそれ向かへんかな、まだ。あ、まだ全然太ってないから。やったちょっと私がデブみたいに。お前はデブじゃん。また言われる。